美濃での一戦を経て信長の非凡な才を見抜いた道山は尾張へ使者を派遣して和睦と縁談を持ちかけてきた。縁談の当事者は織田信長と濃姫と呼ばれる斎藤道山の娘貴重だった。織田家中には道山の突然の提案をいぶかしむ声も少なくなかったが、信長は尾張にとって有益と判断。こうして両家は不戦の盟約を結ぶこととなり、その数ヶ月後、祝言のため信長は美濃へ招かれた。宴は和やかな雰囲気で進行したが、その水面下では何者かによる不穏な思惑がうごめいていた。稲葉山動乱。まったく想像し、そう言うな。祝いの席だ。不服か、この縁談が。私は役目を果たすだけ。大義なことだ。光秀。うつけがもう一人。俺のやり方見せてやろう。祝いの席でかような狼藉を許すとは。信長殿、主道山に代わり詫びさせてくれ。詫びなど後にしたらどうだ。見ろ、新たな狼藉者が湧いて出てきたぞ。切り抜けて屋敷の外へ出るほかなさそうだ。案内する、ついてきてくれ。良いのか。この襲撃仕組んだのはおそらく構うものか。大事な客人に傷を負わせては美濃斎藤家の名が地に落ちる。忠義ゆえに背くか。よかろう、宴は終わりだ。任せたぞ光秀。黒のネズミ、それもまた一興。光秀、機長、生きてこの屋敷を脱するぞ。この混乱の背中でこうも不敵に得むとは。ああ、俺も力になろう。今はうつけについていくしかないよ。信長は殺してもしない。相手が悪かったな。開門。好機だ、あの廊下から外へと抜けよう。信長殿と姫様を無事に尾張へ送り届けねば。
そのために俺も倒れるわけにはいかない。残念だったな。お前たちはここでしまいだ。次から次へと湧いてくるな。さっさと突破するぞ。敵将、撃ち取ったぞ。力及ばすか。おい、奴らを決して逃がすな。道を開けなさい。無駄のように壊してくれる。刺客を呼び込んでいる奴がいるようだ。そいつを撃たねば機長は動けんな。我らの存在を看破できぬとは、うつけはやはりうつけのようだ。開門。伏兵を用いた攻撃か。姫様が危険だ。急ぎ状況を打開せねば。機長様はあくまで餌に過ぎぬ。まんまとかかったらこのうつけめ。敵将、撃ち取ったぞ。かなう相手ではなかったか。止めよう、とて無駄よ。これでよし。行くぞ、機長。私など捨ておけばいいのに。けども、想像以上にやりおるな。行け、皆の衆。奴らを必ず倒すのだ。開門。ほう、期せずして進路が開けたようだ。ならば、奴らを倒して進むのみ。止めよう、とて無駄よ。信長殿、この座敷からは先に進めない。敵将を倒したところで八方塞がりだ。そう焦るな。俺を信じろ、光秀。まずは共にこの場を乗り切るぞ。お前らの相手はここまでだ。せいぜい無駄にあがくがいい。俺を見くびるなよ。この手の座敷は大抵、やはりな、からくりを見つけたぞ。開門。道が開けた。なぜこのからくりがあると。武家屋敷では珍しくもあるまい。用心深い主ならなおのことな。
兄上、よくぞご無事で。ここからは私も共に参ります。中庭の敵は斎藤利光が率いています。奴を倒さねば増援はやまないでしょう。利光が、ならば俺が止めれば。織田信長、貴様はここで果てよ。敵将、討ち取ったぞ。ここは引くほかあるまい。よかいも。この俺を止めようとて無駄よ。このような行いは不本意ではあるが、やむを得ぬ。一斉にかけよ。お前、明智の家臣だろう。この行いが主の怒りを買うとは想像できなかった。少子、それがしが殿のお考えを見通せぬわけなかろう。だが家中での殿のお立場を思えば、ここで家ごと義達様に背くわけにはゆかぬ。なるほど、思慮深い家臣を持ったな、光秀。比例の番キラにご容赦あれ。これにてごめんつかまつる。開門。ちんたらしている暇はない。さっさとこの屋敷を抜けるぞ。おい機長、あまりほうけているなよ。うつけと見まがい、切られても知らんぞ。この状況で私を気遣うなんて、のんきなものね。かかった、クマを閉じよう。ここで奴らを打ち果たすぞ。平凡目障りだ。壊してくれる。開門。手を返し、出口までは間もなくだ。駆け抜けるぞ。この信長こそが天下無双よ。間もなく出られそうだね。光秀、お前の助力なくばここまで来られなかっただろう。こんなことになり申し訳ない。それにまだ気を抜くわけにはいかない。この気配、茶の間の方からか。用心するに越したことはないが。この俺を止めようとて無駄よ。残念だったな信長。お前はこの義達様がぶっ倒す。いける。ようやく元凶のお出ましか。祝宴を台無しにした報い受けてもらうぞ。勝利条件変更。お前のようなうつけに市長はやらねえ。
この美濃の力さっさと立ち去れ。貴重を言い訳に使うな。俺が目障りならば堂々と殺しに来い。吉達様、ただいま加勢いたします。増援か。一刻も早く吉達様を止めねば。敵将撃ち取ったぞ。やはり兄上はお強い。つけやがるなよ、うつけ。俺はお前を決して認めねえ。よし、ここまで来ればなんとかなろう。三月で助力感謝する。感謝など、むしろ非礼を詫びさせてほしい。斎藤家中の者として恥じるばかりだ。戻るか、光秀。共に尾張に来てもよいのだぞ。主家に背いては帰りづらかろう。いや、この身一つで逃げ出しては残された一族や家臣が咎めを受ける。それにこたびの不始末は道山様が自ら指図したわけではない。堂々と帰るまでだ。姫様、晴れやかなはずの腰入れがこのような次第となり申し訳ありません。吉達に伝えておきなさい。本当のうつけはあなただって。この状況に眉一つ動かさぬとは、さすが我が妻だ。ではな、光秀、いずれまた会うこともあろう。信長殿、どうぞ達者で。先の不祥事、吉達の指図であったことは明白。道山殿がそれを知らぬ道理はねえと思いますがね。やはり斎藤家など信ずるに至る相手とは思えない。そのこと、兄上はどうお考えなのか。心配しなくても信長様はちゃんと考えてるってと思うぜ。どうだかな、信長様も油断してと美濃から来た奥方に寝首をかかれるんじゃねえのか。勝家、
それは言い過ぎだ。言葉を慎め。すみません、失言でしたな。いらっしゃい。またのお越しを。